ちゃっ。こんにちは、豊さん、はい、もうほやほやです。先ほど、巨人と、キューバの試合が行われました。はい、まあ、対外試合がちょっと巨人っていうのはちょっと少し遅れてたんだよね、はい、でこのクールに入っていろいろ試合をやるみたいなんだけど、はい、まずはキューバというね。そうです、キューバ代表と。キューバもボロボロだからな。大丈夫なんか、日本ハムには大負けするしさ、はい、みたいな、そんな感じで。でも今日は結構締まったゲームになったね。そうです、2対0で、まあ、巨人が勝ったんですけれども、はいはい、この2点は相手の、まあ、冒頭で2点入ったということ、まあ、ことで、うん、でもまあ2点入るっていうのはそこまで追い込んでるっていうから2点入ってるんだけどさ、まあそうですね、だからまあうわなんだ打ってないのかっていうのがっかりするんじゃなくて、はい、まあ、そこまで追い詰めてるっていうことをね、はい、まあ、考えると、うん、まあ、冒頭で2点を取ったっていうことも、うん、まあ、収穫の一つっていうふうに考えなきゃいけないんだけどね。そうですね、まあ、その中でオコエ、はい、まあ、会ってきたけどさ、キャンプでも、まあ、ちょっとこうスリムになってね、はい、お前痩せたって言ったら、はい、少し絞りましたと。お、まあ、自覚も出てきてるし、はい、使ってくれるということで、うん、今の時点ではね、だからまあ生き生きしてるよね。そうですね、今日もそうです、うん、3の1で、ヒット、まあ、そうだね、はい、その後盗塁決めて、はい、送球がミスになって、はい、サードまで行ったけどもさ、でもそのスライディングして暴投だっていうその切り返しが早いよね、あの子は。あのセカンドでの、ああ、はい、でサードに向かうっていうさ、切り返し、やっぱ走塁のセンスとかもう抜群にある子だね、あの子は。ちょっとでも打てればさ、まあ、レギュラーの可能性っていうのもあるし、はい、あ、面白い存在というかね、はい、走塁という面ではすごくなんか使えるような、まあ、そんな感じを受けるよね。そうですね、迫力がある、あの子の走塁は、まあ、面白い存在というか、もうどん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 アピール し続けるというかね、はい、まあ、そういう風になってほしいけどね。そうですね、うん、あと他には、まあ、門脇、はい、今日出ましたね、ショートで、ちょっとパロッとする場面もあったけども、はい、やっぱ守備範囲が広いな、やっぱまあ、打てる打てないにしても、うん、やっぱこのままこう順調に育っていけば、はい、結構なショートになるなっていう非凡さは感じたしね、うん、まあ1試合見たからちょっとパロッとしたからでは評価ができない、うん、非常にやっぱこう守備範囲も広いし、うん、守るこう意識が非常に高い子だしね、はい、まあ、一つはポロッとしましたけど、もう一つは、まあ、センター寄りのね、はい、非常に回り込んでね、はい、まあ、いいプレーを見せてくれたけどね、うん、まあ、センター寄りの方がやっぱこう三遊間より難しいって言われてるんだけど、はい、まあ、そこら辺はこう、まあ、脚力もあるのか肩が強いのかいいかも分かんないけど、なんかこうやっぱ非凡さを見せるよ、ね、そうですね、あの子はね、まあ、今日ただ3の0ではあったけれども、はいはい、今後につながる、まあ、課題まあ、収穫はあるよ ね、まあ、課題は絶対ある選手だからさ、はい、まだ若いしね、うん、だからそれを一つずつ克服していかないとね、はいはい、あとは小林、うん、我らが小林選手です。あのね、いろいろこうキャンプのレポートの中に小林の名前なかったと思うんだけど、はい、あの監督が言ってた、小林も変わってきたよってバッティングが、ね、積極的に打てるようになったし、ヒットコースに飛ぶようになったって言うんだよ、はい、ようやく。あ、だからやっぱりこう振り込んでるっていうこともあるし、うん、今までは打ってもボンダだったら初球から手を出しちゃいけないんじゃないかとか、まあ、いろんな迷いがあったんだろうねっていうようなことが、やっぱもう行きなさい、最初から行きなさいみたいな、まあ、背中を押されてなんか積極的になったよね、小林が。大久保コーチのいろんなアドバイスだったり、まあ、もちろんそう、うん、まあ、今日の三遊間でもさ、低めの外の難しい沈む球だけどもさ、はい、それがヒットコースに飛ぶっていうことは、うん、バットのヘッドが走り出してるっていうことだと思うから、はい、いい兆候だよね今年は。じゃあ、いやだけど小林がこれ打ったら、原監督も言ってたけど、こう分かんなくなるよって。おキャッチャー争い、うん、ただ大城2割ならば打ってるからなって言うから、うん、それはバッティングが追いつけないっていうことはあるにしても、うん、やっぱ守りはね非常に評価が高かったよ。あ、そうなんですね、原監督の、うん、だからちょっと打ってくれればなって、いい競争になるんだけどなとは言ってたから、だからここのとこ紅白戦もそうだし、うん、まあ、対外試合も今日ね、はい、ヒット打ったっていうことは、そうです、非常にいい収穫だよ。そうですね、今日3の1でした、うん、そうそうそう、はい、あとマッチ、まあ違う、まあ、一塁から三塁まで行くみたいな、レフト前でな、小林のヒットで。そうなんですよ、だから元気だよ、元気で三塁上でもすごいガッツだから、ああいうのがこう金運を上げるというかさ、はい、だから初川さんがこう話をしてたけども、マッチは勝ち運持ってるからなって言ってたよ、だからジャイアンツはいい選手取ったよって、
やっぱそういう選手がこう優勝受け負い人とかいろんなこと言われるじゃない、はい、選手立川さんの言ってたマッチはやっぱ勝負持ってる、うん、だからああいう風に明るく振る舞い声を出しこう盛り上げていく、まあそういった選手がああいうねベテランとはいえ走塁を見せてくれるっていうのはすごく心強いよね。そうですよね、うん、だから今日オコエ選手にしても例えば松田選手にしてもああやって三塁まで行くことによって相手ピッチャーが例えばいやプレッシャーかかる、ね、プレッシャーかかるっていう、そうそうそう、それがやっぱシーズンでも効いてくるっていう、そうそう、だから低めの変化球って今多いけど、はい、やっぱランナーサードに置くとやっぱそのボールが一つ高くなったりだとかさ、うん、そのサインが消えたりだとかさ、うん、する可能性があるわけだから、はい、だからそれは非常に相手プレッシャーをねかけていくっていうのは大きなことだよね。そうですね、うん、でビーディーとグリフィンが投げたんだけども、はい、まあ、ビーディーは安定してたね。ビーディーもそうですね今日、うん、だから非常にスイスイというような感じで投げたけども、はい、まだ完全に出来上がってるわけではないけども、はい、だから光るものがあったしね、はい、まあ、右バッターのインサイドとか、うん、ズバーンとついたりだとか、まあ、そういうなんかああいいなっていう風に思わせてくれたし、グリフィンは152キロ、そうですね、あだから本当に広島にいたジョンソンを彷彿させるピッチャーになってくるんじゃないかなっていう風に、あ今日の試合で感じるよね、うん、だから外国人ってさ、はい、やっぱこう練習の時ってあんまりこう力いっぱいっていうかさ、うん、こうある程度こうセーブしながらこう練習してるんだよね多分。でもさ、ひとたびユニフォームが変わった人間見るとさ、なんかこう野獣に変わるというかさ、スイッチが、ね、スイッチが変わるというか、はい、やっぱ腕が触れ出すしさ、うん、ちょっと心配してたんだよね。一箇所バッティングの時かな、うん、こうビーディもグリフィンもそんなにスピードがある感じじゃなかったんだよ。でデニーと見てて、はい、まあもう少しあったかくなったりだとかシーズン間近になってくるとあと5キロぐらい増すんじゃないかなってはちょっと話をしてたんだけどもさ、でもいきなりね、はい、キューバ相手にグリフィンが152キロ、はい、もうちょっと上がるよね。さらにこっからそうですよね。だからそういう意味では非常に収穫のあったピッチャーがね、はい、そうですね、まあ、今日は2投手とも2イニング投げて、うん、グリフィン投手2イニング投げて、被安打0、うん、三振にフォアボール1つ、うん、でビーディ選手、ビーディ投手も、2イニング投げて、1被安打の奪三振が2、うん、でフォアボール0という、まあ、だからゲームはちゃんと作ってくれるし、うん、まあ、ビーディにしても150が出なくても149キロというね、うん、まあ、スピード出してきてくれるし、うん、だからそういう意味ではすごく使えそうだよね。そうですね、いやいいと思うよ。練習一箇所バッティング見るよりはやっぱ対外試合でやっぱしっかり見ないとダメな外国人はな。そうですね、スイッチがね、スイッチがでもあってスイッチいくつかあるんだ。あるでしょうね。だこれは紅白戦、これはオープン戦、これはキューバ戦、これはこうパリーグ、こっちはセリーグみたいな4つぐらい多分あると思うよ。そうなんでしょうね。だから今日はでもビーディーもグリフィンも、うん、まあ、なんか使えるメドが立つというかさ、はい、あこれはやっぱいいなっていう風には感じるよね。やっぱね、自滅しないフォアボールを簡単に出さないっていうのがいいじゃない。やっぱこう攻め込んでいくというかね、うん、日本の場合攻め込みすぎて一本調子になってダメになる時ってあるけどさ、はい、まあ、そこら辺はまあ大城であり小林でありちょっと散らすようなことを考えてリードすると、やっぱこの2人はやっぱちょっと安定してくるかなっていうふうに思わせるような今日の試合だったよね。おお、うん、なんか明るい材料というか、まだ限定はしないけどね、はい、うん、だけど、うん、そうだね、日本に来てまだねそんなに立ってないのに、ね、まあ、こういうピッチングをしっかり見せてくれるっていうのは、うん、やっぱちゃんと投げれるんだなっていうことをこう見せてくれたな、うん、まあ、でまあ今日2対0ということで、まあ、冒頭絡みからの2点ではあったんですけれども、うん、まあ、なんかどうですか、多分きっと原監督的にはまあ、やっぱりね打点だとかそれはよくあるよ、うん、はい、よくあるにしても最初の大会試合っていうことを考えると、まず今いいスタートが切れたし、やっぱ期待してた外国人が、まあ、好投してくれたね、声が現役ドラフトで取った選手が活躍する、まあ、ルーキーの門脇が心配してた小林が、うん、松田移籍したらどうか、うんうん、元気だった、まあ、収穫はいっぱいあったと思う。そうですね、あだから、まあ、まあちょっと安心かなという感じです。そうですね、はい、まあ、この後こういった練習試合とか、あと WBC 代表との練習試合も、はいはいはい、もう控えているので、はい、すぐ、まあ、より実戦に近いものがどんどん、まあ、出てくるよね、はい、だからまあどんどんさ、その度にね報告はしたいけど、はい、俺も忙しいから、ね、そうなんです。なぜ、ね、そう忙しかったのかというと、今日の夜からですね、はい、豊さんキャンプまた行ってきたんですよね。15から20日まで、はい、で、いろんなところ回ってきました。回ってきたから、はい、まあ、キャンプのね、はい、動画をちょっと
アップしますよ。そうです、ね、今夜からどんどんアップしていきます、はい。今夜は一応告知にはなるんですけれども、何か所か行ってきたその球団の、はい、ちょっと見てきた印象だったりとか、ね、あとスペシャルなちょっと告知だったりもその中でポン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 あるので、はい、あるからね、もうぜひ今夜ちょっと見逃せない動画になっているので、はい、ぜひそちらもチェックしてください、はい。